軌道を横切る薬師家安房森林軌道とは、薬島にある森林鉄道である。日本で唯一現役で稼働している森林鉄道である。安房森林鉄道、薬島森林鉄道とも言う。もともとは、熊本営林局下薬営林所の管轄であったが、1969年に運行を終了している。2007年現在は荒川分岐点を境に、 安房荒川が薬島電工株式会社の区間、荒川から先が薬島森林管理所の区間となっている。安房荒川は薬島電工に払い下げられて発電所の維持管理に使用している。有限会社アイリンが運営している。荒川から先は有限会社アイリンに運行委託されており、登山道にあるトイレなどの維持管理に必要な物資の輸送や 薬杉の土埋めきや昔の切り株などの運搬に使用している。世界遺産である薬杉の伐採は原則として許されていないが、土埋めきや昔の切り株は民芸品、家具、建材として使用することが認められているためである。また、軌道が登山道の一部になっていることから体調不良などによって自力では下山できなくなった観光客が出た場合は、 搬送に活用されることがある。2007年7月に薬島を襲った台風4号より軌道の損傷が多数起こり被害を受けている。2014年7月4日に森林鉄道を薬島の観光に活用することを目指す NPO 法人薬島森林トロッコが結成された。猫パブリッシング編集長契約アーカイブの薬島の森林鉄道存亡の危機。 2007年9月8日より薬マ森林トロッコ、NPO 法人ポータルサイト内閣府2019年9月1日、閲覧、ありがとうございます。